ライトニングさんのことで国に出た案、そしてはっきり言えば自民党政府はものすごい金を沖縄でばらまいて移転運動をやって、ようやく地元の人を納得させた案、これを容易に発揮してしまってゼロベースだ、元に戻っていって、元は本物はうまく表現はありません。おかげさまで我が地方はアメリカ人からルーティーと最近呼ばれてまして、要するに浸れたやつってことですね。頭が浸れたやつで、バカとか、精神異常というので、ちょっと日本語で言うと浸れたやつって感じですね、ルーティーっていうのは。こういうふうに言われて、公然と、もう問題にもされない。あのルーティーが集約するうちは、アメリカがもうまともに交渉してもどうしようもないだろうと、言って、非常に困惑している。そういうことになってしまいました。沖縄を自分たちの領土だと言い過ごすという中華人民共和国があり、それは世界最大の侵略政権であり、世界最大の国際政権であります。そしてその中華人民共和国と外交の基軸を日中関係に全部というのが今の民主党政権なんですよ。いかに苦しているか、いかに日本の国益に相反するかということは、これでも明々明白なんです。この政権が私はもちろん一般的に日米関係を破壊するために、今の沖縄の基地施設問題を潰しているんだと思います。これが新たに我々の国はますます国際的に孤立する。国際政治で非常に関係なものがいくつかあります。平和を守るためには、戦力、軍事力の真空を作ってはいけない。パワーバキューム、真空バキューム状態があれば、それは必ず場合の政府には埋めようとする。ですから、沖縄周辺でも、軍事情勢の、バランスのパワーが大事であって、そこに、軍事情勢の、戦力の真空を作れば、たちまち場合の政府を埋めようとする。今、まさに沖縄に戦力、民主党の真空状態を作ろうとしているのが、これが民主党政権だと。そして、一番の実力者の小沢さんは、皆さんご存知のように、もう全くの国交外交、膝を屈する外交、総合外交を海外に帰ってやった。約通じ147人の国会議員、今度の国会議員が海外に行って、世界最大の国会者の前に膝を屈して、そして、写真を撮って喜んで帰ってきた。そして小沢さんは、今後の日本の外交政策の推進は日中関係であると明言したわけであります。これはどういうことなんですか。はっきり言えば日本が海外の属国になる道を、さっさと歩んでいきますよということなんですが、そしてそのためには日米関係を破壊することを防止なく持ってやっている。これが今の日本の現状であります。非常に非常に危ない状況である。それでは、なぜそういうことについて、さっそくの報告をしないのか。これは多くの皆さんが対 NHK の1万人投票に関わられているから、そういうことでと言う必要もない。 NHK をはじめとする日本と地上派の方がテレビ、大臣君はみんな地上派なんですね。去年の例えばあの NHK のジャパンデビュー、問題にされているものがテレビ側に約1回の報道されました。その約1つ前に李朝哲という、これは政府共産党ナンバーワンと言われる実力者が日本に来た。これは情報宣伝の専門の人間であります。すべての政府共産党の情報宣伝の総務局がやってる人間、この人が東京に来た時に、主要日本のテレビ各局の社長が全部集まって、この李朝哲の文献を配信しているんです。ということは、日本のテレビ局の中で今海外の悪いところ、そして危険なところについて堂々と報道できる主なテレビ局は一つの前にあるからですね。そして新聞公開されます。ですから我々のところに、いや国民のところに大事な情報が一つも伝えられない。世界最大の侵略国家である海外というのは、実は国土の3分の1は侵略した国であります。侵略国民の時、ウイグル人の時を侵略して、独立国であったチベットを侵略して、今も成功し、東ドルシスタンというウイグル人の独立国を侵略して、成功し、その伝統状態を今も続いている。そして、建国以来、戦争に戦争を重ねてきたのが、この中華人民共和国。朝鮮に侵略をし、ベトナムに侵略をし、インドとの国境で侵略をし、それと、チベットの愛国と国境紛争でぶつかり、そしてウイグルチベットを侵略、そして南の俺を侵略した。第二次大戦の世界はほとんど相手は平和でなかった。中華人民共和国は着々と侵略を続けてきた。そして1964年には
今、大臣の走った男なんですか。考えてください。我々の社会は大混乱。